はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、タイトルの通りなんですけども、予定していた予防接種ができませんでした。前回、先週の月曜日に白血病の通院があったんです。で、その時の動画では何の種類の注射をして副反応があるかないかというのをお話ししますよとね、言ってたんですけども、ちょっと問題がありましてね、できませんでした。体の状態としてはですね、10月の時点で白血病細胞が検出されてて、先生からも怖いねと告げられてまして、僕としてもどうすればいいかわからない状態です。脂質系の数値である総コレステロール、悪玉コレステロール、中性脂肪、ヘモグロビン A1C、それぞれの数値を確認しても大ごとではないんですけど、ちょっと高めの種類もありましたけども、許容範囲内ということで、先生からは特に何も脂質系に関しては触れられませんでした。でも僕なりに気になっていたのがですね、1月27日の動画でも申し上げたようにですね、 LDH という項目でした。気になってました。これはね、乳酸脱水素酵素という項目でして、東京大学の保健センターによりますとですね、この LDH は何らかの異常で臓器が破壊されることによって血液中に溢れ出して数値が上がるようなんですよね。で、そんな LDH の数値というのはですね、肝臓、心臓、肺、腎臓、血液、黒筋などの病気や悪性腫瘍で増加する場合もあります。ということなんですよ。で、これね、今、肝臓、心臓、肺、腎臓、血液、甲殻筋などの病気や悪性腫瘍で増加する場合もありますと、もうお話ししたじゃないですか、今ね。で、白血病細胞もいわば悪性腫瘍でございますよ。で、10月の時点ではですね、白血病細胞が140個もね、検出されていたよということなんですので、この LDH もね、上がっていたということなんです。でも先生からは、この LDH の危険性、白血病細胞の関連性というのはお話されませんでした。だから、今回の1月の時点でね、白血病細胞の報告を受けたことによるのに対して、10月のことが、安田さん10月増えてだよということに対して、結果的にですね、これ比例してるんですよねということが考えられるんですよ。考えることができるんですよ。で、そんな状態の LDH が高いことを、気にかけながらですね、僕は、当日、今回ね、先週の月曜日にですね、予防接種の問診票を書いてですね、病院でね、書いて処置してもらう内科診察室じゃないわ、内科処置室に向かいました。で、30分ぐらい待ったんですかね、処置室にいている慌ただしい看護師さんを捕まえてですね、まだですかと聞くと、順番にお呼びしますのでお待ちくださいと言われて、再び慌ただしくされる看護師さん。それもそのはず、僕の前にはたくさんの患者さんが順番待ちをしておりました。その間にもですね、看護師さんは慌ただしくされております。〇〇先生どこ行った？〇〇先生まだ来えへんの？電話してみて。私探してくるわ。何かただごとではないことが起こっているのかとね、思った僕は、まだまだ名前を呼ばれることがないよなということを先読みして、眼科の診察に向かったんですよ。そうしたら、以前ね、お話ししたようにですね、前回からお話ししたようにですね、担当の先生がね、パッと横切ったからね、タイミングよく
その時に、まあ、名前呼んでもらえて、で、スムーズに眼科の診察が行われたんです。で、そして眼科を終えて、内科処置室にまた戻ると、まだまだ先ほどの患者さんらがね、全く動いておりませんでした。その時点で1時間待った状態なんですよ。で、そこからもう1時間待ってみたんですよね。でもまだこの前に並んでる患者さんらは、名前も呼ばれへんし、誰も呼ばれへんし、動きません。で、ここで僕は決断をして、再び慌ただしい看護師さんをね、呼び止めて、こう言いました。帰ります。帰りますって言っちゃったんですよね。でも看護師さんらはね、腹痛がですよ。は？え？ってこう、ね、処置室にいている看護師さんらの手がパッと止まって、こっちをね、ふっと見たんですよ。ではね、僕が呼び止めてしまった看護師さんはですね、驚きのあまりにですね、もう5秒ぐらい一時停止されましたね。え、あれ？ってこう、5秒ぐらい止まって、その次の瞬間にね、僕の診察ファイルをパッと取って、ちょっと待っててねってこう言うて、内科の診察室に走っていったんですよ。パーッとね。で、帰ってきたと思ったら、また違う方向にパーッと走っていったので、え、俺なんかまずいこと言ったかな？今日注射したのやばいんかな？ってこういろいろ考えてたら、その走ってた看護師さんが、僕を担当してくれている看護師さんを、いつもの看護師さんを連れて戻ってきてくれたんですよね。そしたらその担当の看護師さんが、やすさん、もうあと5番目やけど、いや、もう時間やばいんですわ。また戻ってくるとかできますか？はい。6時半なら、こう、ちょっとね、オラついて言ったったんですけど、言ってしまったんですけどね、イライラしてたからね。いや、担当の看護師さんも、それはちょっと、ってね、いう感じだから僕もね、食い気味で、無理でしょ？無理でしょ？だから帰ります。いや、別の日にいつしましょう。あ、また電話ください。また電話ください。これを機に、電話してください。ということでね、こう、なんか、僕のイラつきが変わったんかして、担当の看護師さんは別に悪くないから、ちょっとイラってしたんかもしれないですけど、言い合いみたいな感じの方をされたんです、その時は。でもまあ、原因は、はい、すいません、時間切れだったんです。ね、月曜日なんですよ、僕が行ってるってこうね。月曜日ってね、子供が帰ってきますし、子供の病院にも行かなあかんしね、バタバタなんですよね。だから、最初から、診察のある日に同時に予防接種を入れるのって時間的にどうなんって思ったんですよ。こう病院側からね、こう、提案されたことなんで、いや、なんか、むっちゃ時間かかりそうやんって思ったんですけども、やっぱ案の定そうだったんですよね。まあでもこれってね、結局はまあ僕側の問題でしたのでね、まあ血液検査の結果はね、全く関係なかったんですよね。はい。それでもまあ、あらかじめ何時間かかるよとか、知らせてほしかったですね。思いません？皆さん。なんか正当化してるか、僕が悪いんですけども、結構正当化してるようなね、話してますけども、まあ、なんかこう、あらかじめ今の状態だったら何時間待ちですわ、ちょっと待ってください、読めません、1時間待ってもらえるかもわかりませんっていうふうにね、言ってもらったら僕も、あ、そうかって、ね、ちょっとみんな待ってる、みんながね、ちょっとクールダウンができる、かもしれへんかったんですよ。まあ、病院に受診してる側の患者のね、我慢の話なんですけど、まあ、状況によってね、本当にその都度すれすくれたら、本当に他の患者さんもですね、僕の前をダーって並んでる患者さんもですね、待ちぼうけを食らわずに済むはずなんですよ。で、僕はその間に眼科に行きましたけども、その人らはずーっと2時間ね、座って待たされてる状態なんですよ。でね、診察ってあるじゃないですか、先生の診察ね。先生の診察の待ち時間ももちろんあるんですけども、それはね、モニターの画面に表示されてるんです。何時間待ちですよと、何時間待ちですよと。で、受診番号もパン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 、順番通りに並んでるんです。で、今この人は何、この先生は何時間待ちなんですよっていうふうに出てるんですよね。でも、それがあるから、あ、時間読めるなってなって、時間のでのストレスがそれなりに軽減されるわけなんですよね。でもまあ、病院側も今回のね、先生が来ない問題のように、まあ、イレギュラーはね、つきものですので、まあ、いろんなね、患者さんがいてはるからね、急変した患者さんもおれば、軽変患者さんも
思ったり、予約外で来た患者さんも、診察しなければいけないという状況になる時もあるんでね、まあ、イレギュラーのつきものなんですよね、はい、ということで、今回は僕の予約ミスということでございました。まあ、次回はね、そんなことにならないように気をつけますので、皆さんも予防接種の予約は診察と被らないようにしましょう。そんな感じで今日は以上です。今回はお騒がせしまして申し訳ございませんでした。バイバイ。僕は元気です。